スペイン風邪の患者で溢れる野戦病院。感染者は世界人口の3割にあたる6億人にも上った。伝染病とは病気を起こした個体から病原体が別の個体へと到達し、連鎖的に感染者数が拡大する感染症の一種である。感染経路の究明が進んでいない近代までは人や家畜など特定の動物種の集団内で、 同じ症状を示すものが短時間に多発した状態を指していたため、現在でも集団感染との混同が見られる。日本において、伝染病の語は医学分野よりも家畜伝染病予防法など法令において限定的に用いられており、同法では法定伝染病や届け出伝染病などの語で使用されている。過去には伝染病予防法という法律名にも使用されて、 いたが、1999年の感染症の予防、及び感染症の患者に対する医療に関する、法律の施行により廃止され、法文中の、伝染病の文言は、感染症に改められている。同様に、旧、学校保健法の施行規則に見られた、学校伝染病の後も2009年4月施行の、学校保健安全法の施行規則で、感染症に改められ、一般に、 学校感染症と呼ばれている。東洋医学では、俗風の証が近い概念である。伝染形式の主な例を挙げる。詳細は、感染経路を参照直接感染、接触感染と呼ばれる。皮膚同士の触れ合い、または手すりや聴診器など、物体の表面を通じての間接的な触れ合いで、病原体が皮膚に付着し、感染が成立するもの。 海鮮をはじめ、性感染症の多くも含まれる。医療現場では、MRSA などの薬剤耐性菌の伝染の主要な経路である。噴鉱感染、噴鉱経路と呼ばれる。感染動物由来の肉や、糞便で汚染された水などの経口摂取により、感染が成立する。前者の例として、BSE、後者の例として、病原性大腸菌やサルモネラが挙げられる。 飛沫感染と一般的に呼ばれる。粒子が5マイクロメートル以上と大きく重い微粒子で90センチメートル未満までしか到達しないものを言う。咳やくしゃみで放出された体液のしぶきが病原体を含んでいて、これが他人の粘膜に付着することで感染が成立する。風邪やインフルエンザウイルスをはじめ蒸気動炎症状を伴う。 ウイルス感染症の多くがこの形式をとり、重症急性呼吸器症候群の原因となった SARS コロナウイルスについても、この経路が主体だと考えられている。空気感染と呼ばれる。または医学的に飛沫核感染とも呼ばれる。空気中に飛散した病原体が空気中で、しぶきの水分が蒸発して5マイクロメートル以下の軽い微粒子となっても病原性を保ったまま。 単体で3フィート以上浮遊する。マシン、水筒、結核は主にこの形式で伝染すると言われている。ベクター感染と呼ばれる。他の動物が媒介者となって伝播することで感染が成立するもの。その病原体の生活感の一環として、ベクターの体内で発育、増殖しそこから感染をする場合と単にベクターの体表面に付着した病原体が 機械的に伝播される場合とがある。前者の事例としては家による日本老縁やマラリアなどの媒介、白身による発信地フスの媒介などが挙げられる。校舎の例としてはハエによる病原性大腸菌ス1 5 7やセキリ菌の媒介、鳥インフルエンザの傾斜間媒介が挙げられる。一定の限定された空間に感染者や保健者が存在し、 飛沫などを介して次々と病原が伝染していく可能性があることから対策には環境的あるいは大衆的な対応が効果的とされ公衆衛生学的手法として感染者や保給者を隔離することでそれ以降の伝染を予防することがある社会基盤に打撃を与えるほどの被害を及ぼした伝染病は薬病と呼ばれる歴史上はペスト スペイン風邪などの重大な伝染病が流行して非常に多くの死者を出したことが有名である。また、天然痘は撲滅されるまでの間長期にわたって全世界で死者を出し続けてきた。主な薬病菌の発見は以下の通りであり、19世紀後半から20世紀初頭にかけての時期に多い。人間と野生動物、家畜に共通して感染する感染症人間と、 動物療法に感染する伝染病人獣共通感染症という。そのため、人獣共通感染症が大流行を起こせば、両者に影響を与える。森林開発による野生動物との接触機会の増加、ペットとしての輸出、異種間の接触機会の増加などにより、他種への感染例が見られる。また、それまで別の種に感染する例がなくとも、 突然変異により感染することもある。その場合、抗体やワクチンなどの準備が整わず重篤化する場合もある。植物病害の名称としての薬病については、植物病理学を参照のこと、大規模な被害を起こしたものを以下に示す。倉持ピアニッシも315から323、モデル宿泊薬,薬館、国土交通省、 2018年3月18日へ閲覧。COVID-19&Animals アメリカ疾病予防管理センター新型コロナなぜ風はパンデミックを宣言しないのかナショナルジオグラフィックに本番。ありがとうございます。